せにいかに。よろしく。の。寝そう。寝た。これまでのあらすじ。落ちた勇者の星の様子を探るため、デルカコスタ地方を訪れたアイナたちは、サマディ地方の上空に浮かぶ黒い太陽を目撃する。預言者の言葉に従い、ケトスを呼び出した一行は、神の民の里を訪れ、邪神を倒すという勇者の使命を聞く。ケトスが邪神の結果を破る力を持つと知ったアイナは、預言者の首飾りで、ベロニカとセーネが導きの木へと姿を変えるのを目の当たりにする。そして、老師がウラノスに裏切られ、命を落とし、セニカが忘れられた塔で時の番人になったことを知る。預言者は自分がウラノスであることを告白し、邪神の力を吸い取った悪の心がウルノーガンになり、わずかに残った善の心が預言者になったと告げる。一行は神の民の力を借り、忘れられた塔へ行けという預言者の言葉に従い、神の民の里へ向かうのだった。よくぞ戻られた、アイナ殿。王神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことを。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。いや、思うんやけどさ、私は今なぜデルカダールにいるのだろうか。ちょっと待って、覚えてないぞ。え？なんだ？なんやろ？クリア後の世界の、サブクエの関係でデルカダールに来た？私。夜やな。多分話が進むとしたら朝やと思うんやけど。デルカダールでのサブクエってまだ終わってなかったっけ？全く覚えてないんやけど。とりあえず一旦朝にするよ。はい。少し休んでいきま、まあ、いいや、止まるで。はい。おはようございます。では、行ってらっしゃいませ。もう、ここに来て何かが起こるとしたら、確実に、まあ、お城よね。でも、これは？今、どういう状況やっけ？まあ、とりあえず、あらすじは見たけど、まあ、あらすじはね、まあ、本筋の方やろ？サブなんかあったんかな？前回の話の流れは全く覚えていないぞ。もうお城には行って帰ってきたんかな？とりあえず王様に会おう、まあ。とりあえず王様に会って、何もわからんかったら、もう本筋進めていこうや。わからんけん。最近この城の中を奇妙な黒い影がさまよっているという報告が続き、ちょっとした騒ぎになっているのです。危害を加えてくる様子はなさそうなのですが、かといって正体も一向につかめず、城の者たちの間で不安が広がっています。今も城の中庭に現れたようでして、庭師とメイドが逃げてきましたよ。あの影は一体何なのでしょうか。わしはこの城の庭師をしておるものじゃ。近頃わしが仕事をしている中庭にしばしば黒い影が現れるようになっての。この話も前聞いたんやけどさ、結局これは何も起こってないよね。何やったんやろ。特に何か悪さをするわけじゃないんだが、なんだか気味が悪くって、仕事が手につかず困っておるのじゃよ。でも今ここに駆けつけてきたってことは、別に夜とかじゃなくて、昼間の今、起こっとるってことよね。いやー、わからねえ。これは何か起こるんかな？でも起こらんのにわざわざね、ピンクのマークまでついて、そんな話せんよね。王様、王様。別に何のマークもないな。おう、アイナ。勇者、老師の名を継ぐ者よ。そなたの帰りを待っておったぞ。して、どうであった？空の異変について何か分かったか？アイナは神の民の里で聞いてきたことを語った。あ、これ一応何？本筋進んでいける感じこれ。あ、なるほどね。前回私本筋進めていこうってなっとった？それともたまたまここにおるだけ？わからん。イニシエの邪神ニズゼルファ、そのような強大な存在が地上に復活してしまったというのか。勇者アイナよ。世界の人々は未だ、邪神ニズゼルファの名前すら知らぬ。
だがこのままではやがて世界は邪神に滅ぼされよう。これニズゼルファの名前が出てきたのは前の世界やったんかな。時を遡ってくる前ってことはローにもその記憶はないんか。どうかそなたの手で邪神ニズゼルファを倒し、この地上に平和を取り戻してくれ。頼んだぞ勇者アユナよ。もしかしてもう頼まれた後やったか。何違った。なんか怒ったわ。待ってくれ。お？しばし時をくれ。マルティナに話しておきたいことがある。ふんふん。あ、やっぱり砂漠へ発生してなかったんやね、まだ。親子水入らずで。え、あとどこに行ってないんやろ。デルカダール。わからない。強く美しい国じゃ。ウルノーガの手中にあっても揺らがなかった。マルティナよ、苦労をかけたな。二人目の色が違うんやね。わしはなぜ16年前のあの日お前のそばにいてやらなんだのか。ウルノーガに心を食われ失った16年の月日、愛する娘の成長する姿を思い描くことさえできなんだ。あ、まあ確かにそうよね。自分の中にウルノーガが入っとったんやけん。え、まあ、でもそっか、意識すらなかったってことか。え、つら。あの時の己の弱さをわしは悔やんでも、まだ自分のね意思があったりとかしたらあれやけど、本当思い描くことすらできんかったんや。お前は戦いなど知らず、穏やかで幸せに満ちたこの王国の姫として生きるべきだったのだ。めちゃくちゃ強いお姫様になったよ。十分に戦った。今からでも遅くはない。デルカダールの姫として生きてもよいのだぞ。お父様、もうバリッバリの格闘家やもんね。お父様、マルティナはこの16年の月日を悔いたことなど一度もないのです。この16年マルティナは守るべきものを探す旅を続けてきました。辛いこともたくさんありました。我が身の悲運を憐れんだこともありましたけれど、その日々の果てにかけがえのない大切なものを見つけたのです。お父様に、ロー様、愛する祖国、優しき民たちと信じられる仲間たち、そのすべてが生きるこのロトゼタシア。てかまあ今までね、まあ、ずっと旅してきて今さらこの国にとどまるっていうのはなんか無理な気がするな。ね、なんか閉じ込められる感がすごいやん。私は私の大切なものを守るため戦うのです。マルティナよ、強くなったな。これはお前が女王になる日に渡そうと思っていたのだが、今がその時のようじゃ。受け取ってくれ。何？それは黄金のティアラ。今は亡きそなたの母のものじゃ。お前の黒髪にきっとよく似合うじゃろう。マルティナって黒髪なん？私の中であれは黒髪ではなくて紫なんやけど。お母様のティアラ。え、あれって黒髪？大切にします。ありがとう、お父様。ドラクエの世界では黒髪なんかな。ではマルティナよ、行っておいで。すべてが終わり、世界に平和が訪れたなら共に暮らそう、このデルカダール王国で。はい、行ってまいります、お父様。私はずっとここにいたのね。さあ、これでデルカダールのサブクエは終わったってことかな？わからんけど。結局さ、あの中庭がどこなんかがいまいちわからんのよね。中庭はやっぱりあの城の外
おやつのことか。あ、でも走ってに逃げてきたあっちのことかな。なんもおらんかったけど、ここのこと？中には。まあ、一応あそこが城の門になるんかな。別に何もない。黒い影と言われましても、特に。おう勇者、アイラ様。勇者の星が落ちたことは民にも伝わり、城下町には不安が広がっております。お願いです、アイナ様。急ぎデルカコスタ地方へ向かい、勇者の星の様子を見てきてくださいませ。もう見てきたってことよね、さっきの会話的には。何やら兵士たちが落ち着きないの。老人の静かでまったりしたひとときを邪魔せんでほしいわい。やっぱり特に。勇者の星のことやろ、騒がしいっていうのは。なんだか風が騒がしいですわね。木々の葉のざわめきも心なしか泣いているように聞こえますわ。もうちょっとくねくねせずに話せんかな。すごく動きが気になるんだけども。とりあえず兵士たちに話聞いてったらなんかわかるかな。え、なんかさ、神の民の里の古の深淵にいる神の民の長老に会いに行くのか。でも神の民の里で聞いてきた話をさっきなんかデルカダーローにしたみたいな話しおらんかった。もう一回行くん。いまいち、何がどうなっとんかよくわからんねやけど。勇者の星が落ちた後ってことこれ。神の民の里。神の民の里の、勇者様、ようこそいらっしゃいました。ここは古の昔より命の大樹に使える一族、神の民が住む里です。セリカ様がいると？そういえば、長老様がいる広場の壁画に不思議な塔が描かれていますね。長老様にお話を聞いてはどうでしょう。今は眠りについていますが、勇者様が来れば目を覚ますかもしれません。でも前回もさ、何十年ぶりとかに目覚ましたって言わんかった？次また何十年後やねん。大丈夫？そんな都合よく起きる？ねえ、どこ？いにしえの深淵。よしよし。行きますか。あれか、セニカ様が、ま、あの時の番人で、で、ウラノスが、預言者っていうことを知ったところなんやった。聖なる苗木から何かわかりましたか。懐かしい匂いがするの。お、起きたんやない。長老様。嗅覚が。この匂いはウラノスか。お主、ウラノスに会ったと見える。一体何があったのじゃ。匂いで起きるほど。アユナは聖なる苗木で見た光景をイゴルタプに話した。もしやと思っておったが、やはりそういうことじゃったか。話せよ。ウラノスはロトゼタシア随一の魔力を誇る天才であったが、あやつの心の中には確かに危ういものがあったからの。マジか、人の目から見てもそんな感じやった。己の魔力を高めることだけに執着し、そのためには手段を選ばぬ、そんな男であった。そんなやつがさ、勇者のパーティーにおったらいかんくね。それはそうと、お主らセニカに会いに行くんじゃろう。ならばこれを持っていくがいい。何？その石板みたいなやつ？アユノは神秘の歯車を手に入れた。あ、これあれか、前の世界で落っこちとったやつ。
そっか、この世界ではまだ塔に行ってないんよね。セブタ様がいらっしゃる塔に入れるんですね。うん、ありがとね、おじいちゃん。死にかに、よろしく、の。寝そう。寝た。寝た寝た、また。めっちゃこっくりこっくりしおりやん。以前、神秘の歯車を使えば、時を刻む忘却の塔の扉を開くことができると、イゴルタプ様から聞いたことがあります。確か壁画に描かれた塔は、命の大樹の北、山々に囲まれた場所にあるはず。行くならケトスに乗っていくといいでしょう。ふんふん。返事がない、イゴルタプは深い眠りについているようだ。こんなんもう一瞬でね、ガクってなって起きそうやけど。早く横にならせてあげて。これやっけ、セニカって。違うな。え、違う？違わんか。これか。勇者老師は賢者セニカを一目見て恋に落ちたそうです。そこにある石像を見ると、神の民の私でも彼女の美しさに目を奪われます。勇者が恋した気持ちもよくわかりますよ。あ、そういう感じやったんや。あれよね、私がめっちゃ可愛いって言った子やろ？可愛いよね、あの子。それがあんな姿に。あのね、めちゃくちゃ胴長の時の番人に。何？なんか落とした？ああ、綺麗だな。時間を忘れて見とれちゃうよ。あ、勇士様、実は私一度も地上に降りたことがなくて、いつか地上に行くのが夢なんですよ。神の民の里は住みやすいですが、狭くて経験できることは限られています。地上でもっと広い世界を知ってみたいのです。でもな、どうなんやろ。明らかに人間じゃないけんさ。別にそういうのって気にならん感じ？ドラクエの世界やけんいまいちわからんけど。違う。大事なもの。さあ、ケトスや。ふんって、これ正反対じゃない方向。ん？あっちよね。あ、あっち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 、全然違う方向行きよった。これか。忘れられた地。さあ、これで、セニカに会えるんやね。でもさ、行ってもまたあれなんやないん。時の番人がおるだけなんやないん。どうやったらセニカに戻るんやろ。別に普通に進めていったら戻るんかな。きっかけは何かわからんけど。お、またこの、塔に大量に登って行きよるの。ひえー。なんかすごい、不気味よね。ヨッチ族可愛いんやけどさ。よし、来たぜ。この世界では初めましての。閉ざされた扉の表面に歯車の形をしたくぼみがある。神秘の歯車を使いますか？はい。眩しい。光り輝いてる。おお、道が開かれたぞい。この先に賢者セニカがおるのか。早速先に進もうかの。行くぞい。気合入ってるね。あ、でもあれかな、みんなは賢者セニカがそのまんまの姿でおるってやっぱ思っとるんかな。まあ、まさかあんな不気味な姿でおると思わんよね。よし。相変わらず不思議な空間やな。まあ、でもここはね、モンスターが現れんけんね。え、現れんかったよね。え、確か現れんかったはず。どんだけうろついても。
なんかこの音微妙に気になるんやけど。歯車がいっぱいだ。全然違う方向行きよったらどうしよう。よ、とりあえず適当に向かって行きよるけど。何がどこって全くわからんもんな。あそこに宝箱があるってことは多分あっちは違う。知らんけど。なんとなくそういうのない方向な気がするんよね。ほらほらほら、着いたんじゃない？え、おらんやん。とこしえの神殿。てかやっぱりさ、こっちの、おったおったおった。こっちの世界に帰ってきてさ、ホメロス救えんかったんちょ、すごい悲しいんやけど、そこも救えるようにしてくれんかな。めっちゃ見られよる。近づいたら自然に始まる系じゃないんやね、ここは。どうも。あなたが、セニカ様なのですね。何も驚いてない。セニカとは誰でしょう。何か私に用ですか。邪神が目覚めてしまったの。世界を救うために力を貸して。いや、その邪神ニズゼルファとやらが、そのなんか真のボスというか、そういう感じなんやね。世界を、あんだけね、散々ウルノーガウルノーガって言ってきながら、最終的に全然違うやつなんや。思い出して、セニカ様。これはセニカ様の笛よ。なんでこれがそうやと思うやろうね。セニカ様やと。この笛のことは、かすかに覚えています。ですが、私の記憶の中にある笛は、もっと力に溢れていました。それはあなたが持っていたからでは。この笛で奏でる音色は一つ、聖地に伝わる目覚めの調べ。ん？ケトスとはまた別？お姉様、もしかして。なに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 ？何かそれでニズゼルファに対抗できるものを目覚めさせれるん？時は来たれり。スーパー戦隊のさ、ロボット的な。今こそ目覚める時。何何何何が目覚めるお前のもの舞い上がれ